パーティーなどで使うフラワーシャワーを鱗に見立てて大きな竜を作ってみました。まず下絵を描きます。それを分割して拡大コピーし貼り合わせます。体の線に合わせて切ったら、足首のところからボンドを厚めにつけ、その上にフラワーシャワー用の花びらを1枚ずつ重なり合うように貼り付けていきます。花びらの丸い部分が重なり合って鱗のように見えます。足の付け根まで貼ります。他の足にも同じように貼ります。体は尻尾の方から花びらを貼っていきます。足の付け根のところは上から重なるように貼ります。体がぐるりと丸く重なっているところは別の紙を付け足して一つながりにしておきます。尻尾から首のところまで花びらを貼るとこのようになります。体が重なっているところは裏から段ボールなどを貼っておくと厚みが出て立体的に見えます。顔の部分も鼻の方からおでこに向かって花びらを貼っておきます。竜の玉は丸みと艶を出すために丸く切ったボール紙を金色の紙とラップで包みました。ラップを真ん中に引っ張りながら周りを丸くきれいに整えていきます。整ったらラップを真ん中でまとめてセロテープで仮止めします。その上から画用紙を丸く切って両面テープでくっつけています。尻尾の先などのパーツは型紙に合わせて切り取った色画用紙に折り目をつけて立体感を出しました。それぞれのパーツができたら組み合わせます。顔が一番複雑なので下絵を参考に組み立てていきます。顎の部分にもフラワーシャワーを使いました。玉はラップで包んでいるのでボンドは使えません。握っている爪は両面テープで貼っています。それ以外はボンドで貼り合わせて乾かせば完成です。顔を上に向ければ上り竜、下に向ければ下り竜になります。左右反転させて作ることもできます。体育館などの大壁面なら大小何匹も作って雲や雷と一緒に飾ると迫力ある壁面となることでしょう。また桜色で作れば受験生に喜ばれるかもしれません。ドラゴン桜なんてね。